皆さんこんにちは、ビールジェンド大林です。今回はホエイプロテイン VS ソイプロテイン、どっちがダイエット向きかということについて解説をさせていただきます。まあ、やっぱり体作りしてる人からしたら筋肉を増やしたいと同じぐらいですね、やっぱり体脂肪も落としていい体になりたいって思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃいますよね。むしろそっちの需要の方が大きいんじゃないかなと思うので、じゃあダイエットするときはホエイとソイとどっちがいいのっていう話をですね、今回はさせていただければなと思います。実はですね、ホエイもソイも両方ですね、ダイエットにプラスになる要素っていうのは持ってるんですね。実はホエイプロテインっていうのは飲んでいただくことで食欲を抑える働きがあるというふうに言われてます。ダイエット中にどうしても空腹感を感じやすいですよね、食事量を減らしていくので。そうやってお腹が空いたなっていう時にホエイプロテインを飲んでいただくことで食欲を抑えて食べ過ぎを防止することができるということで、ホエイプロテインがダイエットに向いている要素もありますと。で、一方ソイプロテインの方は飲んだことある方ならわかると思うんですけども、ホエイよりももったりしてますよね、食感が。お腹持ちが非常にいいんですよ。お腹の中に長くとどまってくれるので、その分空腹感を和らげるのに役立ってくれますということで、ホエイもソイも実はどちらもですね、ダイエットにプラスになる要素を持ってます。それを踏まえた上で、どっちがじゃあダイエットに効果的なんですかってなった時に、その人に合った方をもう選んでくださいっていうことになるんですね。どういうことかと言いますと、ホエイの食欲を抑える効果、ソイのお腹持ちがいいという効果、両方ですね、やっぱり感じ方って人それぞれなんですよ。ホエイを飲んでも全然食欲収まらない、ホエイプロテイン飲んだ直後からもう物が食べたくてしょうがなくなるっていう人もいますし、逆に本当だ、ホエイプロテイン飲んだらもう全然食欲なくなったわ、抑えられるようになったわ、コントロールできるようになったわっていう方もいらっしゃいます。まあ、ソイプロテインの方でもすごいお腹持ちが良くて、間食に余計なものを食べなくなってダイエットにすごい良かったわっていう方もいれば、もう全然ソイプロテイン飲んでもすぐにお腹空いちゃいますよと、全然これダイエット向きに思えないんですけどっていう方もいらっしゃったりするので、個人のやっぱり感じ方の差によってですね、どっちがやっぱりダイエット向きかっていうのは結構違うものなんですね。なので両方ともダイエットに向いてる要素があるので、両方ともね試していただいて、どっちがご自身のダイエットの時に合ってるか向いてるかっていうのをご自身の、ね、体感で確かめていただいて、向いてる方っていうのを選んでいただきたいんですね。まあ、なのでね、こうどっちがダイエット向きバーンって言えるようなことではないんですけども、両方のメリットを踏まえた上でどっちがご自身に合うかっていうのをしっかり比べていただいてね、ダイエットに活用していただければありがたいなと思います。今回の動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンド公式 LINE の方でお得な情報を配信しておりますので、概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。